ペトラちゃんは見た。俺の名前は黒木。この辺りで企業に勤める会社員で、趣味は登山。今日は少し遠出して、普段登っている山よりも高いところに挑戦中だ。結構傾斜あるな。でもこれぐらいの方が登ってるって感じがしていいよな。それに結構人もいる。景色もいいし人気なんだな。こんにちは。あ、こんにちは。にしてもみんなつけてるな。熊よけ用の鈴。俺もだけど。山というのは熊の住みか。ここだって一応登山スポットとして有名ではあるが、その例外じゃなく、この山での出没情報は数える程度ではあるが、ないわけじゃない。もちろん誰だって熊には出会いたくないから、彼らが活発な時間は俺含めて登山を控えるが、万が一のためにこうして熊よけの鈴をつけるようにしているのだ。ま、出会うことなんて滅多にないけどな。実際俺だって山登り歴長いけど、今まで見たことないし、今日も大丈夫だろうと鷹をくくっていたのだが、おっ、なんだこの音。ものすごいスピードで何かが近づいている。まさかクマ、クマよけスプレー。うわーって、え、人間、なんで急にヤブの中から。大丈夫ですか。ダメだ、気絶してる。ひとまず息はしてるみたいだけど、このままにしておけないし、背負って開けたところまで連れていくか。ん、見せられないよ。なんでこの人もろ出しなんだ。まさか登山中に急に催して草むらで用を足してる最中に滑り落ちたとか。いや、でも普通に考えたら、そんな際どい崖際でトイレなんかするか。もしや最中にクマに。とすればこの近くにクマがいるってことだよな。ますますこの人をここに置いてくわけにはいかない。でもな、下半身丸出しの成人男性を背負って下山なんかしたら通報されることは目に見えてるし。いや、何か適当にタオルでも巻いて隠してから出発するかと張り切ったものの、これすっごいきつい。気絶した人間ってこんなに重いのか。山を降りてる最中に他の登山者がいたら手伝ってもらおうと思ってたのに、一向に現れないし。はあ、ここら辺で少し休憩しようかな。こちらです。上です、上。おう、すみません、呼び止めてしまって。少し気になったものですから。そうですよね。腰にタオル巻いた大人を一人でおんぶしてたわけですし。ええ、ところですみません、その人ってどこにいました。ああ、さっき上から転がり落ちてきたんです。声をかけた時にももう気絶してて。あ、そうなんですか。生きてはいるんですね。ええ、傷はありますけど、うめいているわけではないですから。ってひどい骨折もしてないようです。なるほど、よければお手伝いしましょうか。その人をおんぶするのは無理でも、せめてどちらかの荷物を持つくらいはしますよ。いいんですか、助かります。ではそこで待っていてください。ここからだと降りるのに時間はかかりますが、それでもなるべく急いで向かいますから。ありがとうございます、待ってます。これでなんとかなりそうだな。そうして俺は少しの間体を休めた。それから数十分後、あれ、俺、あ、気づかれましたか。大丈夫ですか。おい、ちょっと足が痛いですけど。あれ、なんで俺下半身タオル一枚。さっき突然あなたが山から転がり落ちてきまして、その時にはもう脱げてたんです。俺じゃないですよ。何も思い出せない。頭打ったのかな。もしやクマに会ったんじゃ。いや、どうだったかな。でも何かすげえ怖い思いをしたのだけは覚えてるんですけど。怖い思い。はい、そういえばあいつは。あいつ、もしかして誰かと一緒に。あ、はい、今日は恋人とちょっと野暮用で山まで。野暮用。すみません、遅くなりました。あ、来た来た。安心してください、あの人が下山をサポートしてくれますから。どうかされました。思い出した。あ、ちょっと何をするつもりで。見せられないよ。結論から言うと、
俺たちは一命を取り留めた。互いの背負っているバッグやら何やらがクッションの役割を果たしたのだ。俺の傷は大したことなかったが、彼、赤松さんは足の骨を折ってしまったらしい。だが、それ以上に驚いたのは。そうですか。つまり黒木さんは赤松さんたちとは初対面だったわけですね。ええ、そうです。エトラ署の刑事を名乗る桂さんが訪ねてきたのは目が覚めて2日後のことだった。本当なんですか、さっきの話。ええ、先ほどお伝えした通りです。赤松さんとあなたに助けを申し出た女性ユスリハさんは恋人関係にありました。そして彼女は彼を山の中で殺そうとしていたようです。ことの経緯はこうだ。二人はもともと登山が好きなカップルだったのだが、最近ユズリハさんの束縛がきつくなり、赤松さんの方から別れ話を切り出したらしい。そしてせめて最後に思い出を作ろうということで、二人はあの山を登ってきた。そこまでは良かったのだが、8号目あたりでユズリハさんが豹変したそうだ。隠し持っていたナイフを抜き放ったのである。まあそこまではわかるんですが、どうして下半身裸だったんです？あまり大きな声では言えませんが、彼女、赤松さんの陰部を切り取ろうとしたらしいんです。そのために赤松さんを押し倒してズボンを剥ぎ取ろうとしたらしいのですが、そこで揉み合っている最中に彼だけ山から滑り落ちたらしいんです。それで生死を確認するために自分も降りていたところ、気絶中の赤松さんを背負っているあなたを見つけたと。なるほど。でも九死に一生でしたね。ああ、ええ、赤松さんと一緒に滑り落ちた時はもうダメかと。いや、そうではなくて。はい。赤松さんが目を覚ました後、ユズリハさんが近寄ってくる時に手を振っていましたよね。え、あ、はい、確かそうだった気がします。でもどうしてそんなことを。その時反対側の手はどこにあったか覚えてます？反対側の手、そういえば何かポケットに突っ込んでいた気が。彼女、ポケットの中でナイフを握りしめていたらしいです。すみません、遅くなりました。目撃者であるあなたの口も封じるつもりだったらしいですよ。そんな。桂さんの話によると、俺と赤松さんが山から滑り落ちた後、ユズリハさんはナイフを片手に下山した。そして意識を失っていた赤松さんと俺を発見し、俺たちにとどめを刺そうとしたところ、間一髪通りかかった登山客に取り押さえられたそうだ。数週間後、ようやく来れた。結局あの時は半分も登れなかったし、今日こそ踏破してみせるぞ。にしてもこの前の事件は本当に恐ろしかったな。クマなんかより人間の方がよっぽど危険だって分かったよ。あの時落ちた拍子にクマ鈴なくしちゃったみたいだけど、まあいいや、人間には効かないし。まさかまた滑落者。大丈夫ですか。え、あ、結局俺はこの日足の骨を折る羽目になった。やっぱりクマも怖いということが分かった一日だった。またクマ鈴かを。ご視聴いただきありがとうございました。結論、人間もクマも恐ろしいものなので、備えあれば憂いなし。というわけで、クマには出会ったことはないし、今後も自分は大丈夫だろうとは思わないで、事前に用意しておくことは大事です。油断していた時ほど不測の事態というのは起こりうるものですからね。ただ、さすがに下半身を露出させた人が落ちてくるなんて経験はもうなさそうな気もとか言っていたら、本当に出くわしそうなので油断大敵ですね。本当に無事だったから笑い話にまだできますけど、命を落としかねないシャレにならない出来事ですからね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。